抹茶と練乳の組み合わせ最高だよね。脇あずみです。わかる。クッキーよりせんべい派、鈴木えりです。わかる。一緒だね。お互い分かり合いますね。かき氷美味しいよね。美味しい。早く食べたい。本日は、なりきりレポーターをお送りしますよ。はい、来た。やろうやろう。頑張りましょう。はい、では行きます。せーの。あずみあるー。始まりました。第208です。始まったか。今回は R 頭文字を持つなりきりレポーターをお送りします。練乳の R がね、確かに確かに。一人が架空の人物になりきり、もう一人がその人物にレポート、うん、架空の人物を担当する人はより魅力的な人物を演じきり、レポーターはより魅力的なコメントを引き出します。はい、それでは早速やってみましょう。やるか。やります。私からってことですか。そういうことになりますね。じゃあやりましょう。じゃあお願いします。いいでしょう。あ、潔い。はいはい、じゃあいきまーす。こんにちは。どうも、レポーターの鈴木えりです。何かをこねてらっしゃる方いらっしゃいますね。ちょっとお話聞いてみましょうか。こんにちは。どうも、こんにちは。こんにちは。見えます。こ、あ、見えています、私には。そちら粘土ではないですね。わかる。水晶玉です、これは。私には見えてる。あなたの未来が見えてる。見えるんですか。見えている。未来があなた。はい。知らんけど最近悩み事あるね。悩み事、はい、あります。悩み事は、ちょっと待ってください。なんでわかるんですか、私に悩み事があるってことを。この水晶で見えている。知らんけど。見えてるんですか。見えてるね。はっきりと。はっきりと。目がこの水晶に浮かんでる。知らんけど。嘘でしょ。あなたの悩み事は、はい、目だ。知らんけど合ってるかい。目です。悩み事、目です。なんでわかるんですか。この水晶に目が浮かんでいる。目が浮かんでる。知らんけど。めちゃくちゃ怖いですね。あなた、はい、目の疲労を感じてるかな。当たりです。当たりです。すごい。ねえ、知らんけどゲームのしすぎかな。なんでわかるんですか。全部誰にも言ったことないことなんですけど。え、誰にも言ったことないのに。お、あなた、はい、知らん、あれね、ゲームやめたでしょ。知らんけど。やめました。誰にも言ったことないのに。たった。なんで。ちょっと待ってください。おい、知らんけどって何ですか。知らんけど、んあんまり自信ないんですか、もしかして。知らん。ええー、これは自信ないんですか。眼科に行った方がいいね。知らんけど。対処法まで教えてくれる。そうね。もしかして眼科が映ってるんですか、それに。医者と建物。はい。知らんけど眼科かな、これは。え、医者、見えてるね。医者と建物が見えてる。見えてる。全部見えるんですね。恐ろしい。知らんけどな。え、もしかして占い師さんですか。そうに、そうにしか見えないだろう。見ても。ごめんなさい、あまりにも当たりすぎてるもので。占い師なのか、もう未来予知と言っても過言ではない。すごいですね、あなた。水晶玉を触ることによって見えるんですね。濃くなっていくね。知らんけどね。濃くなっていくんですね。あんた、このままじゃまずいよ。あ、やっぱりそうですか。早く7月中に。あ、今月中だ。眼科に行かないと。どうなるんですか。あなた危険よ。どうなるのか教えてください。目の充血が止まらなくなるよ、あなた。充血が。知らんけどな。知らんけど。知らないんですか。知らん。
知らないんですか？知らん、私は。責任を持ってくれないんですね。知らん、責任は負えない料金だけちょうだい。わかりました、わかりました。眼科に行きます。眼科にしっかり行ってくださいね。はい。知らんけど、そんなにも見えるなら自分のことも解決した方がいいと思いますよ私自身のことかい？そうですよ。そうだね、解決した方がいいですよ、悩みがあるなら。はい、私も目の充血が止まらんあんたと一緒だ一緒ですね。はい、占いのしすぎだと思います、それは知らんけどな、それは知らんけど、うん、水晶玉の見すぎです、それは。そうな、すいません、眼科行きます眼科に行ってください、はい、ありがとうございます。ということで以上、なんか私の悩みが解決したような気がします。鈴木えりでした。はい、こちら JB さんからいただきました。何、語尾に知らんけどをつけたがる占い師。あー知らんけどって言ってた、ずっといやでもえりさんの悩み当てちゃったないや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 、最初に聞いてきたや音に乗ってないところで聞いてきた。収録前に日常会話のノリでね。そういうことだったのか。はい。悩みは何ですかって聞いてきたじゃん。聞いちゃいましたね。てっきり弱みを握ろうとしてきてるのかと思ったけど。当てられたということで。そういうことだったのか。じゃあ続いてエリさんいいですか？うわー、すっきりしたところに。はい。お願いします。はい。はい。じゃあいいですか？いいですよ。いきます。レポーターの脇あずみです。今回はこんな人にお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え？もう一回言ってもらっていいですか？よろしくお願いします。今日は取材をしていただき、本当に嬉しいです。腹話術師ですか？違いますよ。え？その持ってるの、お人形じゃないんですか？私は、ネズミのネズコです。ねずこちゃん今話題のじゃなく、ネズミのねずこです。ネズミのねずこちゃん、はい。ありがとう、僕のこと、僕じゃないよ私のことを知ってるよ、うん、こら、ねずこ待って待って、ねずこ、女の子らしくって言ったでしょ僕とか言っちゃダメ。え、まあ、いっか、最近は僕って言ってもいっか。待って、そうすいません、腹話術師じゃないんですか？はい、どうもこんにちは。こんにちは。私は腹話術師の、はい、そうです。あ、びっくりした。あ、すごいですねすいません、あ、ねずこが喋ってるって思いましたよね。あー、そう、いや、腹話術してるのかなって思いました。あ、ありがとうございます。はい、こちらねずこちゃんです。ねずこちゃん、ねずこちゃん、はい。ねずこちゃん、何が好きかな？竹が好きだよ。渋いね。そうだよ。ネズミ、そっか、竹も食べ、雑食かな。竹の味は好きだよ。普段何して遊んでるの？普段はね、なんかね、口動いてません？おお、ちょっと、何？ちょっとねずこ、ちゃんとトークしないとだ。え、違う、ねずこは全然いいんですよ。お姉さんの方が口動いてたんですよ。いやいやだんだん。え、なになに、ねずこ、なに、イカくん、イカくん、なに、なになに、私はねずこだやばい、やばい、私は鬼、私が、おまけだと思ってるだろう。うん、お前怖い怖い怖い、お前、私が、口動いてますよね。口は、俺が動かしてるんだ。ねずこちゃん、俺って言っちゃダメなんじゃないの？しゅん。あ、いいんだ。こいつは、私の、ただの腕に過ぎない。あ、そういうこと？そうだ。ねずこちゃんが本体なの？私が本体だ。あ、じゃあこっちの人間の方がおまけってこと？そうだ、こいつに意志はない。え、そうなの？こいつは生きていない。え、じゃあ人間の方に質問していいですか？いいだろう。好きな食べ物何ですか？何ですか？やばい、好きな食べ物何ですか？食べ物こいつに質問をするな。ごめんなさい、質問に答える権利はない、こいつに。そうなんだ。
人間がおまけだったんだ。ねずこちゃんが操ってるのね。そうだ、今回のキャラは、はい、俺に払え。あ、そうなんだ。インタビュー記事も俺の名前を先に出せ。あ、ねずこちゃんが結構率先して今までやってきたんだね。そうだ、そうなんだ。こいつが本体じゃない。めちゃめちゃ口動いてるけど。俺が本体だ。もう癖になっているだけだ。あ、これは。あ、そういうこと。ついつい動いてしまうだけだ。ついにこう、おい、あ、はい、覚えとけ。はい、わかりました。ギャラは払えな。ギャラはねずこさんの方に支払わせていただきます。俺に払えな。はい、わかりました。ちゃんと書けよ、インタビュー。はい、ねずこさんの名前を最初に、背中の人の人間を後に書けばいいんですね。もう書かなくていい、こいつの名前は。わー、ねずこ、次の仕事につなげるんだよ。はい、すみません。はい、ちゃんと、はい、紹介するんだ。はい、絶対面白いと思ったら、はい、面白いです。はい、違う会社に、はい、教え宣伝するんだ。はい、もういろんなメディアにご紹介したいと思います。そうだ、メディアだ。そうだ、はい、分かったな。分かりました。分かったな。はい、ということで、うわ、腹話術師もちょっとやりすぎると乗っ取られてしまうんですね。はい、ということで以上、脇谷純がお送りしました。恐ろしい。どうしました？何ですか今の。ドギーさんから、はい、突然意志の宿った腹話術の人形。ねずこでした。いや、ねずこちゃんいいキャラクターしてましたね。あ、いいキャラクター、はい、聞いたことある名前ですね。聞いたことありましたね。近場にいそうですね。いそうですね。はい、ということで皆さんメールありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、なりきりレポーターでした。はい、番組ではメールを募集中。はい、メールアドレスは、あずえり @secondshot.jp、 あずえり @secondshot.jp。 普通歌含めてどしどし送ってください。はい、各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして大事なお知らせ、うん、今週分のあずえり R は水曜日24時からセカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。イエーイ。さらに有料会員になっていただくと、過去のアーカイブやあずえり R 特別編が聞き放題見放題です。うん、皆様会員登録をよろしくお願いします。セカンドショット通販でアズエリアルの各グッズが販売中です。はい、番組支援の意味も含めて皆様ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、来週も聞いてください。はい、お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。